もう1週間くらいやってない。やってるか。長いな。でも大丈夫、もう毎日配信しないから。みんな通信速度取っちゃうしね。うれちみお前がチキ、お前とかってごめん、全然いいよ。で、一人称全然気にしないから好きなように呼んでいいんだよ。ピアス自分で開けた、開けてるよ。バイトはお疲れ小雪。昨日言った通り、あ、朝ちゃん今日も来た、ありがとう。ダメじゃん、私もサボった。サボる日はあっていいんだよ全然。ワンマンってレリベ好きな人ばっかだから最強に楽しい。そう言って言ってくれてよかった、ありがとう。マスカラどこの、メイベリンのラッシュニスタだよ。プチプラだよ。今日も来てを褒めてありがとね、とちまる、とちまるくんちゃん。眠くないよ全然。声が眠そうって言われるの。あと目、メイクしない日ある、ないかな。割と毎日仕事だからね。てかメイクしないと外出れない。今日学校でちょっと落ち込むことあったけど、リエが毎日配信とか、リア頑張ってるから、アンジュもなんとか頑張れた、お疲れ。そうだよ、リエも頑張ってるから、みんなも頑張ろうね。頑張ろうっていうか応援する、応援してる。うん、27早くなってほしいけど、配信なくなっちゃうの寂しい。確かに。22日ぶりぐらいに見れて、ありがとうね、来てくれて。2日ぶりに、最近毎日やってたからね。まつげマジで調子毎日か。そうなの、まつげの調子悪いだけでほんとなえるわ。お仕事お疲れ様、ありがとう。時間難しいよね、やりたい時やって、ありがとう。そう言って言ってくれてレイジ。今日声枯れてますね、ハスキー。でも萌えちゃんは何しても好きです。いい枯れだよこれは、リハーサルで枯れただけだから。来た、こんばんは、ありがとう。27日以降はやらないの。やらない、毎日配信はやらないかな。ノアと最近会ってる。最近仕事一緒にしたよ。最近いろいろ疲れちゃった。どうしたの。配信してくれてありがとうだって。いやもう来てくれてありがとう。今日はうんこ禁止な。そうだよ、もう小学生配信やめようなって。またやってんのって、おい。何、またやってんのじゃないよ。通知来なくて悪い。嘘、なんか通知来ないって言われるんだよね最近。 T シャツ見せて。レイビー、レイビー、毎日来てるよ。未来ちゃんありがとう。前髪来てない。今日巻きすぎたのかもしれない。パンツの使用時間、今日はグレーです。ナチュラルに教えたんだけど。私も眠そうな目って言われるけど、なんでだろうね。ね、起きてんのに覚醒してるよ。めっちゃぶっ飛んでるよ今。パキパキだよ今。大丈夫だよ。明日行けなかったから今日行けてよかった、ありがとう。りえちゃん今日もインスタライブしてくれるじゃん。りえちゃんメイクじゃん。そうだよ、今日も頑張るよ。今日はねリハーサルだったよ、歌のみの。原動力ありがとう。俺だよ、今日も来てくれてありがとう。めっちゃなんか配信者っぽいね今の発言。今日も来てくれてありがとう。初見者さんいらっしゃいとか。え、配信のせいで勉強止まっちゃう。ごめんって、配信、勉強しな。でも息抜きも大事だからね。来た、ありがとう、リカ。毎日配信ってさ、冷静にすごいよね。立てるなら毎日ご飯抜くみたいなもんでしょ。そんなんできひんよ、好き。その例え方、めっちゃあれじゃない？なんか、
独特すぎないですか？昨日も来てくれてたね。ありがとう。ライブ行けないけど毎日りえちゃん見てありがとう。もういいよ、もう言わないから。もう言わないから。今日のパンツ使用したよ。さっきグレーつったよ。今日のおパンツグレーです。違う？じゃ、そういうとこじゃない、そういうことじゃないんだよね。そういうことじゃないんだよねって思うことが多いんだよね。気をつけまーす。りえちゃん見るために夜は毎回インスタ開いちゃう。ありがとう。金子もう諦めようかな。どうしたの？りえの性格好き？嬉しい。昨日も来てくれたね、ショウゴ。でもめげない。偉いよ。そういうとこだよ。いつから配信やってた？一週間前くらいから頑張ってるかな、毎日配信。リエの好きが聞きたいな。どうしよっかな。リエちゃんの好きな男性のタイプ。昨日も言ったけどな、タイプっていうタイプは別にないんだよね。あるけど。なんか、リエに会うために、本当にリエに会うために準備してくれたりとか、洋服選んでくれたりとか、するのはちょっと刺さるかな。あとは、自分が違うと思ったことはちゃんと違うって言ってくれる人かな。お風呂入ろうとしてたら入れなくなっちゃった。ごめん。いつの T シャツですか？これは今度の27日に発売されるやつだよ。私もグレーなの。ごめんね。またコメントがめっちゃ下行ってた。ちょっと一番下まで行くわ。リータン、こんばんは。こんばんは。オタク大好きやん、ゴキブリさん。オタクが大好き。オタクが大好き。オタクは好きだけど、オタクっていうかなんか、リエのこと好きな人が好きなんだって。みんな今日はどうだった？今日リエちゃんオラオラ男前ですけど、オラオラしてる？嘘。してるかな？ちょっとソフトに行くか。推しメンに押されたい人生だったよって。推しメンって誰？軟骨ピアス痛くないよ。毎日配信してた。そうだよ。リエ大好きで死にそう。ありがとう。テスト帰ってきて最悪だった。嘘。点数が頑張ったね。お疲れ。リエちゃん前髪の量増えた？増えたのかな。増えたかもしれない。リーちゃん今日も可愛すぎて画面ごと抱きしめたい。本当に？抱きしめて早く。ほら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 早く。オラオラっていうか口調がイケメン。嘘。オラついてるリーちゃんもソフトリーちゃんは好きだ。見た目も性格もドストライク。ありがとう。嬉しい。それはその発言が嬉しい。結構サバサバしてるとこ好きなんだけど。ほんと？怖いって言われるけどね。怖いって言われるんだよね。怖くないよ。テスト疲れちゃったね。お疲れね。人生もう少しイージーモードになりたいね。りえちゃん大好き。ありがとう。ちゃわいい。ちゃわいい。ちゃわいいっていいね。かわいい。ちゃわいい。育毛着て何？育毛着て何？ハゲって言いたいの？やめて。リエチにオラ疲れたい。あ、さっき読んだわ。すぐそういうとこばっか読んじゃうわ。ちょっと、よくないね。インフルなったの？大丈夫？病院行った？ちゃんと行きな。危ないからね、今インフル流行る時期だからね。テストだったんだけど、途中で寝てて解けなかった。疲れたね。眠かったんだね。今日も学校行ったら偉いね。唇の下にあるほくろが絶妙すぎる。あ、残り 20% だ。いつも充電ないんだけど、インスタ配信するとき。なんで？
実習最終日だとお疲れ。今日は、場を合わせたら配信しててよ。シンクロニシティだよ。そういうことじゃないからさ。そういうことじゃないんだよね。今日具合悪くてずっと寝てて、お疲れ様。ゆっくり寝とき。毎日違う可愛さある、ほんと？だから気分かもしれないからね。気分でメイクいっぱい変わっちゃうかな。怖いくらいがいいよ、ほんとに。27日、楽しみ。かわいい。これからバイト辛いけど、リエちゃん見れたら頑張れそう。今日毎日ありがとう。これからバイトなの？今何時よ？ 10 時じゃん。夜遅くまでね、大変ね。嬉しいが嬉しいみたいに発音しちゃうかね。あのさ、ちゃんととかもちゃって言っちゃうんだよね。なんか汚くない？やだわ。なんか素直に本当のこと話せるし、そう、本当のこと話してくれるのが一番嬉しいよ。サバサバしてるリエちゃんも好きだけど、僕はシメサバが好きかな。それはまた趣旨が違ってくるから、さよなら。嘘だよ。昨日まさかの友達がレディーベビー好きなことが判明してる。テンションがどうぞ。じゃあ今度おいでね。バイト先にリエちゃんいたら楽しい。バイトしたいな。ネイルはどんなん？全部白だよ、真っ白。毛もまつげに住みたい。住む？リエちゃんみたいに強くいきたい。リエ全然強くないよ。強くないけど、でも強いとか弱いとか気にして生きてないかな。あと幸せとか幸せじゃないとか気にして生きてないかな。全部マインド、気分次第で全部変わっちゃうからね。今日自販機掃除してたら蛇の顔出てきた。おお、脱皮したの蛇。明日は全部聞ける、ありがとうね。今19歳なんだけど、リータン何歳？リエは今ね20歳だよ。こらこらこら、早く港未来に到着しないかな。港未来に向かってるの今。一日で髪色変わった？そうなの。色落ちるから。よく気づいたね。鋭いね。そういうとこだよ。そういうとこ見てんだね。いいね。お姉ちゃんにしたい、ほんと？また下まで。また遡んないと。ごめん。りえちゃん、友のこと覚えてくれたらめっちゃ嬉しい。りえね、名前覚えるの苦手なんだよね。嘘つかないから言うけどさ。でも顔は覚えるの得意で、あと、アイコンとか ID で覚えてるから、いつもね。金子さんの目が好きでありがとう。へへへ。りえちゃんの座席の、座右の目。なんか、うん、でもなんかさ、女の子っていうかさ、あれじゃない？なんかリエは考え方、根本的なシーンは多分変わってないとは思ってるけど、まあ、リエはね、人から見たら変わってるのかも知らないけど、でもなんかモットーにしている言葉とかあんまないんだよね。うん、今年21、おめでとう。年齢よく知ってんね、本当に。いいよ言わなくて。ちょっと最近負い目を感じてきてるんだからやめてくれる？テスト勉強終わった？お疲れ。アイドルやってなかったとしたら何の仕事したい？なんだろうね。昔はコンビニの店長やりたかったってずっと言ってたけどね。会社作りたいかな。ガッキーが可愛いんだけどどうする？それ新垣結衣？のんち。新垣結衣ちゃんのことですか？りーちゃん今日学校休んじゃった。いいんだよ。最近アイコンと ID 変えちゃった。お、あ、でも待って、トップガーでわかる？これ本人？本人だったらわかるかもしれん。りーちゃんあだ名つけて。ピヨピヨ。女の子なの？これは。ともちゃんは。女の子？男の子？どっちにしてろ。どっちにしてもピヨピヨ。
前のこと覚えてる覚えてるよ。何回も腕に名前書いてライブ行って覚えてもらえるのがありがとう。あのね、覚えてもらう努力してくれるの嬉しい。だって覚える努力したくてもさ、覚えられない時ってやっぱ人間だからあるわけじゃん。ちょっと待って、充電器さすか、ちょっと待って。そうそうそう、12月18日30分までよくわ、よく知ってるね。詳しいね。コンビニ僕のお友達やってるよ。ほんと押せる。りーちゃんは年を重ねるごとに可愛さと美人を兼ね備えていくから、これから先もありがとう。りえりえちゃんの会社で働きたい。うん、りーちゃん会社作ったらそこで働きたい。アイコン買えません。今日も来てくれてありがとう、みんじゅん。ちょっとみんなリエの、ほぼリエ、みんなリエの会社に就職しちゃうじゃん、ちょっと。みんな就職しちゃうじゃん、それさ。覚えてもらう、絶対。扁桃腺できつかったけど、リエちゃんみたいなの治ったら割とガチ。それは、割とガチなの。治らないからね、物理的に考えたら治らないから、ちゃんと薬飲みな。分かった？覚えなくていいからさ、ご飯作って。それは贅沢すぎるだろ。カラコンじゃない裸眼だよ。この前同園中でリエちゃんと奈々ちゃんと接し合ってガン見せたら奈々ちゃんのエキゾチックな目しかない。大丈夫だよ、話しかけて。話しかけてね、あったらね。初めてライブ行った時、リエちゃん背中に羽生えた、生えてないリエ、なんか人間だよ、ちゃんとみんなと同じだから。リエちゃんの国作る。いやでもね、無人島買ってね、リエの島作りたい。よくないよくない、こういう発言は。実現できるかもわからないのに大口叩いたらさ、アイコン定着させちゃおう。でものんちゃん覚えたから大丈夫。りーちゃんこんばんは。今14歳なの、部活が大変って。部活頑張ってお疲れ。何歳ですか、ご想像にお任せします。朝6時半におはよう言ってもいい？いいよ。りえちゃんに怒られたらめっちゃ泣きそう。怒んないよ。わかんない、怒る時もあるかもしれない。どうする。今37歳です。素敵な年齢です。30代はすごく好きですよ。しまみんファンのみ。それはちょっと良くないからさ、あれにしようね。じゃあ分かった。あのさ、妄想するだけならただじゃん。みんな自分がやりたい仕事をやってこう。リエの島で。やりたいことをやってこう。じゃあ例えばバンドマンになりたいですってなったら、もうリエの島で、砂浜でバン、もうライブしてよ毎日。リエが観客一号になるからさ。洋服を作りたいですってなったら、もうリエが真っ先に着るからさ。ヘアメイクさんになりたいですって言ったら、もう真っ先にもうデッサンしてくださいって顔差し出すからさ。あ、でもリエのこと好きな人前提だからね。リエちゃんと写真撮った時、ショート可愛いって。そう、ショート大好きだよ。毎日リエのために海潜るからな。それ魚捕まえてくれる、食料調達してくれんの。ねえ、そんな優しいことしてくれるの。そしたらじゃあリエはあれ作るわ、武器。あと火を起こすわ、火を起こせるからね。リエちゃんに怒られてみたいんですけど、むしろ好きすぎて怒られて飲みたい。23歳は好き好きだよ。年齢関係ないから。リエちゃんに怒られたら興奮したし、それはすごい、また違った意味だね。金子さんより先に30代になるから待っててね。
写真集超良かった、ありがとう。成人式に行きたくないの。リエ、成人式行かなかったよ。成人式行かなかったよ。行くつもりなかったしね。行きたくないなら行かなくていいと思うよ。でも多分行きたくないって言ったらさ、多分周りの人はさ、なんか行かないと後悔するよって言うと思うんだ。でも自分が好きなようにしていいと思う、リエはね。リエちゃんの髪ドライヤーかける仕事をする、嬉しいね。それはみんながリエのために動くから、リッタは何もしなくていい。それはダメだよ、それはね、フェアじゃないから。リエは生活するにあたってもう一番もう本当に大事なものをじゃあ作っていくわ。火でしょ、水分調達、食料はみんなに任せて、ちょっと待って、この話さ、ちょっと成人式の日みんなで過ごしてくれたもんね。リエちゃん聞いてください、私ね、成人式行きたくないの。でも着物やおしゃれは大好きなの。でもね、行きたくない理由がね、本当に来る人が苦手な人ばっかり。どういうモチベでいたらいいんだろうと思う。うーん、でもさ、あれ前撮りとかは嫌なの？それとあれ振り袖着ておしゃれに、おしゃれにして写真を撮るとかは？せっかく行きたい成人式なのに嫌な人ばっかりだったらそれ嫌になるよね。りえちゃん好きだよ。ゆうた来たんだね。はぁってため息ついてる。かわいい。りえちゃんの振り袖死ぬほど美しかった。ありがとう。あ、成人式行かなかっただってよ。行かない人もいっぱいいるよ。このアイコンどう？覚えやすい。覚えやすいね、ハート。りえ、やっほー。リエちゃんもはや神や。リエ神じゃないよ。リエ全然人類。人の方、人。なんならもう、ゲでいい、ゲで。見えてるよ。ねえ、みんなもうちょっとリエにも求めてよ。なんかしてほしいことさ。協力。若元って胃腸薬がないと生きていけません。若元って胃腸薬、胃が痛い、ストレスかな。コメント見えてるよ。成人式行っちゃったため金子理恵に同じ二十歳として会えなかったことはマジでこの世の一生の後悔。ごめん、もう一回成人式やんない。いいんだよ、自分の人生だからさ、みんな自分の好きな時に自分の時間を使うんだよ、ちゃんと。少し分けてくれてるだけでもめちゃくちゃありがたいことで、贅沢だって分かってるからさ、ありがとう。いつもね、一緒にご飯食べようね。リオン、コメント見えてるよ。今日もメロンパン食べたの、美味しかった。リーちゃん体の調子とか大丈夫？めっちゃ元気今、ヘドバンできる。でもね、なんかだいぶ半年前ぐらいにインスタ配信しながらヘドバンしたらめっちゃ100人ぐらい、あの視聴者数減って、ちょっと泣いた。泣いたからやめた。ねえ、ちょ、これからさ、えっていうやつちょっとワントーン上げて、えって言ってこうかな。へーって、違うか。好きな人が結婚するんだけど、おめでとうって言えなくて自分が嫌だ。言わなくていいと思うよ。言えるようになったらいつか言えばいいよ。あ、そういえば結婚おめでとうねーって。リエもその時言えない時は後悔するかしないかっていうのをちゃんとよく考えて、うん、でも今後悔する気持ちよりも自分が言いたくない気持ちの方が強いなと思ったら言わないかな。でもちゃんと言える時になったら、その代わり忘れないで、ちゃんと忘れないで、自分が言えるってなった時にはちゃんと言うとかね。りーちゃんの寄り目好きだから寄り目してほしい。でも寄り目できないんだよね。マチークしてないよ今は。前してたけどね。
リエちゃんが可愛いなって思う女の子ってどういう子？うん、リエのことが好きで、あとはリエのためにリエに会うために可愛くしてくれたりとか、可愛い努力してくれる子とかかな。昨日も言ったけどね。わけあって今月まで自宅。ああそうなの。配信してよかった。りえちゃんが好きすぎて泣きそう。どうしたの？どうしたの？大人なりえちゃんに泣いた。大人とか子供とか関係ないよ。なんか最近はね、大人子供っていうさ、なんかそういうなんか言葉でさ、片付けられることが多いからね。関係ないよ。自分の考え方を貫き通せばいいよ。違うなと思ったらでもちゃんと変えるんだよ。ちょっと違うなと思ったら迷わず変えていいと思う。金子さんにキモキモ日常報告 DM するね今日。オッケー、待ってる。え、なんか変なとこで止まるんだけど、なあなあ、いじめだよねこれ。インスタ配信さん、ちょっと未来ちゃん優しくない？優しくはないって。ドライで言えば優しくないよ。全然完璧でもないし、完璧でもないけど、別に完璧って言葉も別に好きじゃないから、完璧になろうとはしてない。自分が今いる場所に息を吸っていることが気持ちいいか気持ちくないか。やっぱなんか一つ一つ言動が重いんだよね。リエ気をつけるね。今日すごく元気なかったんだけど、リエちゃんみたいな元気出た。本当よかった。元気出してこう、みんな今日も元気出してこうね。違うんだよね、そういうことじゃないんだよね。ごめんなさい、ちょっと落ち着くね。りーちゃんってお酒飲むの？お酒めっちゃ雑魚だから、お酒に関してはマジで雑魚なの。雑魚なんだけど、ちょっと強いふりをしてる。嘘、全然弱いよ。頑張って強くなりたいなとは思うけどさ、やっぱ仕事とかでね、打ち上げとかでお酒飲めたら楽しいじゃんね。まあ無理はしてないけどね。コメント平等に読もうとしてるのに大量コメントしてしまってごめんね。そんなことない、いいんだよ。なんか反映されるコメントとされないコメントがあるから、コメントいっぱい打ってくれたら嬉しいなって思うし、一個一個に真剣ってことじゃない？ありがとうって言ってくれて。マジでね、真剣になりすぎるからね、たまにね、あれなんだよね、熱量オーバーが結構あるんだよね。ほろ酔いで酔っ払う系かな。ほろ酔いはもう乗り越えたぞ。ほろ酔いで酔っ払うって言ってて可愛いって言われて悔しすぎてね、ほろ酔いは乗り越えたぞ。乗り越えたんだからね。リエのインスタライブ褒めてありがとう。ありがとうね。疲れちゃった、お疲れ。ひより、初めたる好きすぎます。私初めたるじゃないですね。初めたるさんはいないよ今。初めたるさんとフューチャリングしてる曲が好きってことかな。どっちにしてもまあありがとう。リエチが担任の先生だったら毎日行くし、休日も行く。リエが先生だったら毎日実習だよ。よくないよ。川に流されてるリエちゃんと親がいたら僕は選べないから、僕も一緒に流れるよ。分かった、じゃあ一緒に泳ごう。一緒に泳いでこう、もう疲れ果てるまで泳いで、疲れたら一緒に浮こう。反映されろ、されてるよ。ショーをリエちゃんコメント読んでくれてありがとう。いいえ、お酒よりドーナツの方が好きでしょ。最近豚汁ブーム来てるよ。また見に来る、ありがとうね。お酒弱い系女子に なりたかった。いやそれさ、ちょっとお酒の話していい？アイドルだから、アイドルだけど、あのさ、意外と強そうって言われるんだよね。お酒強そう、どうどう。でもね、弱いんだよね。だから悔しいからお酒強くなりたい。
どこに意地出してんのって話なんですけどね。一緒に酒飲んで二日酔いで一緒寝るやつやりません？豚汁笑うなんでよ、豚汁美味しいから。豚汁、りえちゃんファンアート好きだよ。海外のコメント少なくなったね、拾わなくなったからかな、ごめんね。海外の人も嬉しいと思ってるよ、ちゃんと。強そうだなとは思ってた。それな、お酒がただただ体質で飲めないだけなのに、お酒弱いって可愛くぶってるみたいな思われる。ねえ、やだよねそれ。そういう時はね、あれした方がいいよ。居酒屋行くでしょ、じゃあみんながお酒頼んでます、自分もお酒頼んでます、トイレ行くって言って、店員さんにすみません、あのあれちょっとお茶に変えてくれますかとか言って、お茶にしてもらって、めちゃめちゃ飲んで、周りがみんなあの潰れていくのを見て、ドヤ顔かましていこう。そういう優しい世界作っていこうぜ。違うか。いいんだよ、お酒弱くても強くてもどっちでもいいよ。ナナちゃん推しだけどリエちゃんも好きなのいい？うん、嬉しいよ。リエもナナ推しだけどね、同担だね。同担なんだね。リエの声眠くなる、ごめんね。そうだよ、アルコールは危ないからね。最近リエチ推し減ってるんかな。だってでも別に推しが減っても減らなくても全然気にしないよ。そういうことじゃないもん、数じゃないし、じゃない。なんかさ、人気とか人気じゃないとかさ、そういうことじゃないんだよね、リエが着眼点を置いてるところって。リエが好きな人がいて、リエもみんなが好きで、それで成立して会えるライブハウスがあって、それでいいんじゃない？違うか。わかんないけどね。一人一人強いからね、リエのファンの子は。それでいいの。なんか一人一人強いっていうか、一人がね、リエに対してね、真剣に考えてくれるからね。だからその熱量を受け取ってるから、もうそれだけで十分なんだよね、ぶっちゃけ。リエちゃん押しまくり。ありがとう。成人式はたまにビール飲んでた。うん、そう、欲しいのは数じゃないって。そうだよ、そうだよ。今ベッドに横になりながらインスタライブ見てるから、実質も一緒にゴロンゴロンしてるよ。ゴロンゴロンしよっか。嘘、しないよ、そんな甘くないかんな。嘘。りえちゃんの熱量が強いからで、ありがとう。でもりえさ、熱量強すぎてさ、合う合わないもちろんあるからね。そうじゃんね、人間ってだってほら、見かけがさ、なんかタイプタイプじゃないってなったとしてもさ、中身が違かったら違うしね。でもりえはそれを通り越して、ちゃんと見てくれてる君たちが好きだから、それでいい、それで成り立ってるじゃん、今この配信のコメントも。
相変わらずネッチゼロ。あのね、松岡修造さん超えたいわ。ちょっと超えれる気がしてくるんだけどね。でもね、やっぱり超えられないんだよね。眠い時寝ちゃうから、リエは。違うか。ゴロンゴロンされたら燃え死するので突き放されるくらいがちょうどいいです。ありがとうございます、さよなら。嘘だよ、さよならは嘘。違う、そういう言葉はあんまり言わない。リー真剣だよ、うん、真剣だからね、真剣すぎるからね。歯磨き済んでお風呂出たからもう寝る準備できた。お、もう寝るの。お疲れ、おやすみね。松岡さんの壁高いんだより雨女なんだよね。雨女だからさ、そこなんで、そこなんで、そこ。あとはもう実績かな。そう、簡単には勝てないからね、松岡さんには。積み重ねている実績の量と質が違うじゃん、やっぱ。だからリエもその積み重ねていく実績の質を高くしていかないとね。だから新宿ブレイズ頑張るんだよ。芸能人なら誰に会いたい、うん、誰にも会いたくないかな今はね。お、そう、雨女だからライブの日はだいたい雨なの知ってた、みんな。だからね、雨だからみんなテレテレ坊主作るんだよ。新宿20、あ、違うわ、新宿27日って何。10月27日のブレイズは雨が降らないようにみんなでテレテレ坊主作るんだよ。テルテル坊主作って雨が止むとは思わないけど、やっぱ現実思考だからね。でもリエのためにテルテル坊主を作ってくれてもいいんだよ。気持ち悪いね、ごめんね。柴さんは柴さんでも食べられない柴さんはなんだ。答えはトトロ。嫌いな人の友達も嫌いになるタイプですか？ならないよ。ならないかな。それのあれによるかな。その人をリエがじゃああれ目の前で見て、うん、なんか嫌いっていうか、あ、苦手かなと思ったら苦手意識になるとは思うけど、その人が嫌いだかってリエを嫌いになることは別にない。だってその人の考え方とリエの考え方全然違うからさ、うん、リエちゃん何時まで配信する？11時までだよ。今日は頑張るよ。リエちゃん嫌いな人いなさそう。そんなことないよ、嫌いな人いるよ全然。だから嫌いっていうか、なんか道徳からやり直せって人はいっぱいいる、うん、あとなんかもう苦手かなと思ったら関わらないからね、リエは。でもその苦手だなと思った人がじゃあ例えばすごい魅力的な発言をしていたとしたら、あ、この人本当はもしかしたらそのこういう風に行動してるだけで本当は違うのかもしれないと思った時に話はするし、でもあ、うん、でもやっぱちょっと違かったなって思ったら、あの、優しくさよならする。さよならはしないけどね。りーちゃん今ハマってる食べ物は豚汁。そう、道徳からやり直せなんで。ねえ、サボっちゃダメだよ。りーちゃん抱いて。おっとっと、おっとっと、いいの？和食とフィリピン料理どっち好きなの？どっちも好きだよ。捨てがたいかな。それぞれの良さがある。うん、切れたりするよ全然。ヘドバンしてる、切れるときは。切れた瞬間ヘドバンするから。そうだよ、切れたらヘドバンするんだよみんな。そしたらもう切れてんのか何してんのかよくわかんないからね。りーちゃん今ハマってる柴さんは、
芝さんがハーフアップにした時かな。戻ってきました、おかえり。りえちゃんに恋していい、あ、アイドルになりたいって言っていただこうな。ばあちゃんに道徳を教わったそう、切れたらヘドマンしよう、みんなでさ。あー待って、サンマと豚汁って言われたらもうお腹がグーしこ、お腹がグーグーするわ。切れてヘドバンするリーちゃんめっちゃ可愛い。リエの一番好きな人は、なんか一番とかそういうので人を見てないから、リエ、なんかその人はその人でしかないのに、そこに順位決めるのすごい失礼だと思うけどねって思ってるけど、でもたまにポロって出ちゃうよね、なんか番号って、なんか表現しやすいからね、うん、でも気をつけようって思ってる最近。27日仕事で行きません、ごめんなさい。いいえ、仕事頑張ってね、またライブあるからね。見えてるよ、カラコンしてないよ。苦手な人にも優しくさよならできるリエちゃん、偉い。いやでも、あ、やーべーってなった時は無理それはね、人間なので。そうよ、自分の思いってなんで言えないんだろう。いや本当にそうなんだよね。リエも最初自分の意見言う時めっちゃ声震えてた、毎日震えてた。早くナナちゃんあたりに浮気して。浮気は別にいいよ、して全然。え？浮気はしていいけど、浮気したらそういうことなんだなって思うよ。でもね、うん、またハマらせるから大丈夫。嘘、そんな自信ねえわ。一週間くらい休みあったら何したい？何しようかな。なんかアニメ見て、映画見て、ゲームして、美味しいもつ鍋宅配して、かな。人の目ばっかり気にする自分が、人の目気にしない人なんていないから。人の目をね、気にせるってことは周りをちゃんと見て、ま、な空気をさせるってことだよ。いいことだよ。僕の浮気は浮気じゃないよ、友達に会ってる感じ。リエちゃんだけで本気なのはこれがちみんな自分の発言には責任持とうね、責任を持とうね、ちゃんとねいいよ、人間誰だってミスするんだからさ、大丈夫だよ、間違えたって。うん、寝落ちしそうということで、寝落ちしそうということで、今日もありがとうございました、見てくれて。おやすみなさい。だからこういうことじゃないんだよね、怖い、ごめんって冗談だよ。私リエちゃんより年上なのにバブミがすごいの、かわいい。リエちゃん二次元に勝ってる、勝てねえ勝てねえ、二次元には勝てねえ、いやもう二次元にやとかじゃない、もう勝てねえから大丈夫。なんか勝ち負けとかめんどくさすぎて、もうリエはリエって思うことにした。なんか
終わっちゃうね。もうまだだよ、まだ終わらないからバイバイってしないでよ。あと5分もあるんだから。もう終わりみたいなコメントしないで。そう、あと5分もあるんだから。自分は自分、そう。いい人ぶんなくていいと思うよ。だっていい人ぶってないよ。自分の悪いところちゃんと自覚してるし、リエ。自分が思った意見を普通に言葉にして言ってるだけだよ。ありがとう、みんな見てくれてね。10個以上も配信されてない、嘘。あと4分あるから、そう、明日もあるよ。言いたいこと言っていいと思う、ありがとう。言いたいことは言ってるよ、ちゃんと。ありがとうね。言いたいことを言える環境を作ってくれてありがとう、みんな。だからみんなも言いたいこと言うんだよ、リエにはね。今日最初以外あんま反映されないな、ごめんね。明日もあるからね、あと3分もあるし。毎日配信ありがとう、愛をぶつけます、ありがとう。リエの愛は大地のよう、銀河のよう。興味ない人にはカレッジだ、カレッジ、砂漠だからね。言いたいこと好きってくらいかな。いいと思うよ。その一言言えるだけでも勇気いるから。人に好きって言うのすごい怖いしさ、うん、昨日ライブ終わってからギリギリ聞きに行ったの。あなたの満点になれないって歌詞すごい好きだよ、リオ。明日前に来る、ありがとう。ありがとね、みんな。リエのありがたいお言葉配信みたいになってる。そんなことないよ。リエが言ってること別に正しくないと思うし、人によったら。ただこう思うってこと。あと2分しかねえ、ねえ。なんか今日すごい早く感じた。時間？この前大好きな人に大好きって言えて、おー。頑張ったね。再び戻ってきた。お疲れ。今日も秒だったね。はい、ということで10月27日の新宿ブレイズワンマンまで、毎日配信頑張りましょうということで、あと残り2日かな。今日と明日で終わりかな。明日もあるからぜひ来てください。コメント見えてないの、今見えたよ。今日もみんな見てくれてありがとう。ちゃんと寝るんだよ、ちゃんと風呂入るんだよ、ちゃんとご飯食べるんだよ、ちゃんと歯磨きするんだよ、わかった。偉そう、偉そうすぎ。じゃあねー、ありがとう。